テリー・ジョン・フランコーナーは、アメリカ合衆国サウスダコタ・シュー・ブラウン・郡アバディーン。出身の元プロ野球選手、監督。左投げ左だ。現在は、MLB のクリーブランド・インディアンスの監督を務める。父親は1956年から1970年に、主に外野手として活躍した、キト・フランコーナーで、通算1395安打、125本塁打。 656、65打点などの成績を残した。アメリカ合衆国サウスダコタ州アバディーンで生まれ、ペンシルベニア州ニューブライトンで育つ。1977年の MLB ドラフト2巡目で、シカゴカブスから指名されたが、契約せずにアリゾナ大学へ進学した。大学在学中の1980年には、最優秀選手としてゴールデンスパイク賞を受賞する。 1980年の MLB ドラフト一巡目でモントリオールエクスポズから指名され、プロ入り。1981年8月にメジャー昇格を果たす。左打ちの外野手として活躍し、フィラデルフィアフィリーズとのナショナルリーグディビジョンシリーズでは12、打数4安打でチームのシリーズ勝利に貢献する。その後、一塁種に転向、確実性の高い打者として評価を受ける。 1985年のシーズン後に、エクスポーズから放出され、その後カブス、シンシナティレッツ、クリーブランドインディアンス、ミルウォーキーブルワーズに在籍する。1990年に引退した。10年間の通算成績は708試合出場、打率2割7分4厘、16本類打、143打点という記録が残っている。1992年から指導者として、 マイナーリーグの監督を任される。1993年から1995年までシカゴホワイトソックス参加の AA 級バーミングハムバロンズの監督を務めた。その間の1994年には著名なバスケットボール選手であるマイケル・ジョーダンが在籍していた。1996年にはデトロイト・タイガースで初めてメジャーレベルでのコーチを経験した。 1997年から2000年までフィリーズの監督を務めるが、ナショナルリーグ東部地区2以上の成績を残すことはできずに終わる。フィリーズ時代の最高成績は1999年の77勝85敗だった。フィリーズ監督退任後の2001年から2003年の間はインディアンスの GM 補佐、テキサスレンジャーズとオークランドアスレチックスのベンチコーチを それぞれ一年ずつ歴任した。2003年のシーズン後にプレーオフの際の系統ミスの責任を問う形で、ボストンレッドソックスは監督のグレーディリトルを解任したが、フランコーナーはその後任として監督に就任した。2004年のシーズンに98勝64敗でアメリカンリーグ東部地区2位の成績を残し、ワイルドカードを獲得する。 ディビジョンシリーズでアナハイムエンゼルスを3勝0敗で撃破し、リーグチャンピオンシップシリーズではニューヨークヤンキースを史上初の3連敗4連勝で倒す。ワールドシリーズではセントルイスカージナルスを4連勝で下し、レッドソックスを86年ぶりのワールドシリーズ制覇に導く。喫煙者であるが2007年のスプリングトレーニング中に禁煙宣言をした。もし、 シーズン中に失敗した場合は、がんの研究機関に2万ドル寄付すると発表した一方で、今季終了まで続いた場合は、二度のがんを乗り越えた、球団社長のラリー・ルキーノが、研究機関に2万ドルを寄付するという。2007年シーズンでは、投手と守備の補強と若手の対等で、前半戦から首位を独走し、後半は疲れが出たものの、 12年ぶりに地区優勝とメジャー最高勝率を果たし、ワールドシリーズでも初出場のコロラドロッキーズを4、連勝で下し、3年ぶりの世界一に導いた。2011年は8月まではプレイオフ進出が確実な状況だったが、9月以降は歴史的な大失速でプレイオフ進出を逃した。この責任を取る形で9月30日に、 レッドソックスの監督を退任した。2011年時点での監督としての通算成績は1029勝915敗、勝率529であった。2012年は ESPN の解説者を務めた。レギュラーシーズン終了後の10月6日に、翌シーズンよりクリーブランドインディアンスの監督に就任することが発表された。 監督へと復帰した2013年は、レギュラーシーズンを地区2位で終え、ワイルドカードゲームに進出した。また自身初の最優秀監督賞を獲得し、復帰のシーズンに花を添えた。2016年は、ワールドシリーズに出場し、2度目の最優秀監督賞を受賞した。2017年、監督としてベンチ入りする予定だったオールスターでは、 不正脈の治療に専念するため欠場した。ありがとうございます。